ネオさん、どんどんメディアン出て、ピケみたいな。ピケのね、キングスリーグ調べたけど、おもろいっすね、やっぱ。なんか、あのぐらいやりたいよね。7人制作家で、だって、あれしょ、オーナーがアグエロとかさ、ピケはチェアマンなんだよね。そのオーナーが出てていいとか、あと、ね、急に、どこでもいいから、いきなり PK の権利もらえるとか。 相手が使ったカードを使えるみたいな。そのカードにね、PK みたいなとか、なんかその、なんか魔法のカードみたいなのがあって。で、あとは、その説ごとにスカウトして一人入れるみたいな。で、あれが11人制サッカーだったらあるけど、7人制で、別に戦術的なとこ、戦術的じゃないとまでは言えないけど、そこの成分が弱いじゃん。 あと、キックオフの方式もね、端っこなんで一気に走ってくるとかなんか、すごいなんかね、こう、こんなルールあったらおもろいな、みたいなのが入れてあるんですよ。ああいうのもね、いずれ何年後かになるかわかんないけどね、そういうリーグとかプロデュースしたいよね。ブレイキングダウン盛り上がってるじゃないですか。あれ、やっぱり、個人戦じゃん。1対1で。だから、強いやつは強いやつ同士で戦ったりとか、1分で、ボロ出ないというか、かわいそうに見えない、そのエンタメとして楽しめるところで、 物語戦も作りやすいようになってるんですよ。どうしても、これ批判とかじゃなくて、やっぱりリーグズリーグ僕やってたか分かるんないですけど、やっぱ11対11でガチでサッカーやるじゃん。20分って言っても。だからやっぱりね、チームとして強くなんなきゃいけないから、キャラだけのことが出してあげたいとかできないんですよね。これが、なななな,な。僕がやるんだったらフットサルにするんですけどね。フットサルで5対5にしてバスケに近いルールにして、どんどん交代できるようにしてみたいな。あ、だから時々さ、ヤビッチ FC で芸能人チーム対、 元日本代表チームみたいにやるじゃん。あれの感じだよね。あれの感じのアイドルチームだったりとか芸人チームとか。だかそういう風にすると実力差出にくいから、みんなあの小猿で行くフットサルとか、うまい方のチームちょっと負けたりとかすんじゃん、あれ。フットサルならではのさ、ボール持ってる側がちょっと引っかかったりとかして。で、フットサルだと戦術的な要素がね、もうゴリゴリ仕込んだらまた違うけど、集まる回数も少なくてやったらそこをどうしても少なくなるから、日本版キングスリーグみたいなやり出すとこあっていいですよね。 そう、日本版キングスリーグのプロデューサーとかやりたいですけどね。でもそれはお金出してくれる人がいるからできるからね。だけどプロレスってエンディング決まってる体使ったエチュードだから、痛いし本当の格闘技なんだけど、その中で見えるどっちが客を盛り上げたかっていう戦いなのよ。サッカーの話戻ってくるけど、サッカーでキングスリーグ的なのやるのって、一回ガチで行った人たちが戻すのが一番いいんだよね。例えば僕がキングスリーグ的なプロデューサーなんだったら、シュワーボではガチやるけど、 そっちのガチ知ってる分、キングスリーグの方はんならグラサンかけながら出てくるみたいな。<laughs> 金ジャケットでグラサンかけながら出てきて、そうそう、芸人チーム作ったり、女子チーム作って、女子チームは6人でやっていいとか、なんかそういう風にするよね。